出したんだけど、うん、何でしょう初日に何シーンか撮った後ぐらい、あ、違う、最初のシーンかな、なんかその割とこう冷めてる関係じゃないですか。そういう付き合いをしたことがないからっていうか、なんかその感覚が分かんないねってお互い言った気がする。ああ、全然これ覚えてないけど、冷めてるってどんな感じかなみたいな分かんないねみたいな感じの、あ、でもそんな話したね、感じの話をした気がして、うん、不思議な現場だったんですよね。だからこのシーンはこれぐらいだからこの距離感でとかってことも特に考えなかった気がしますね。なんか撮られてる感覚もあんまなかったりとかしてたからか、一回本番中寝たりしちゃいましたね俺。寝てた。そう寝てた、まあ、ちょっとなんか寝てるっていうシーンではあったんですけど、でも玉が出てったら実は聞いてたみたいなそんな目あったねそれは寝てたね。でもそんなことってやっぱり言っても仕事だからありえないことなんですけど、そんなことがあった現場ではありましたかね。むしろ捉えてることを意識する方が芝居しやすいのかななんて素人は思ったりするんですか。そうですね、確かに捉えてない感覚とは言いましたけど、でも確かにその角度とか見せなきゃいけない瞬間っていっぱいあったので、顔の振り向きだ、なんて表現したらいいんでしょう。俺出てるよねこの映画、うん、でも間違いなく言えるのは、映画を見た時に今までで初めて自分が出てるのに出てないような見方ができました。あ、でも私もそうだもん。それでおかしな話なんですよ、現場ではあんまり演じてる感覚がないってことは自分に近いっていう形容できるじゃないですか、うん、なのに自分が映ってるはずなのに客観視できるっていう、うん、確かに変な感じなんですよ。確かに、私自分が出てる作品出来上がり初号とかで見て面白いなって思ったことないっていう言い方はあれですけど、自分のあら探しばっかりになっちゃうので、うん、あと現場のこと思い出せとか、あのシーンだったなとか、うん、それが一切なかったんですよね本当に。あ、こういう映画になったんだなと思って、自分が想像していないところに着地していたので不思議な感覚でした。私すごいいっぱい映ってるのに主演だからね。あ、本当不思議な感覚でしたね。意外と自分のことって一番分かってなくて、うん、だけど演技しようとすると自分の考えでこう限りができるじゃないですか。でこっからここまでの限りを埋めようっていう、うん、でもこれがそのここを与えられない分、自分が知らない自分までこうあるからこそ客観的にもしかしたら見えるのかもしれないですよね。芝居しようとするとやっぱ自分がやろうと思ってることを出すっていう、でもそこじゃないところなので逆に客観的なのかもしれないですよね。うん、そうだね、それはすごい二重生活って感じですよね、うん、なんですかね、いわゆる映画的に言うと共感とかみたいなものもあるし、こういうハプニング的なことも映画にいっぱいあるし、でもこれは全部脚本があって誰かが作っていると思うと、わ、不思議だなーなんて、しかもこれ俺出てんだよななんていう感覚にもなったので、こう頭思考から始まる映画なのかと思いきや、最後は一番こうピュアな感情にストンって落ちてくるので、本当に何でしょう、フラットにというか素直に気持ちだけで見てほしいなっていうふうに思います。